そんな僕ですが、なぜちょっとここでもう本当に、あのなんでね僕がこの狛江 FM ね、で番組を持てるようになったかっていう経緯を説明したいと思いますね。今更ですけどこれ言わなきゃいけないですよ、ちゃんとね。ここ狛江市ですよ。狛江市にですね、実は僕は住んでたんですね。まあもちろんそれが第一の理由なんですが、そうですね、大学生、僕ね専修大学というところに行ってたんですね。専修大学っていうのはこの狛江駅からするとだいぶ近いですね。向こう側か遊園という、まあ、駅あるんですね。そこが生田校ですね。向こう側か遊園駅の、専修大学生田校舎、はい、そこのね商学部会計学科そこで僕は東京現役で合格しましてですね、島根県のど田舎から出てきたわけですよ。それで最初はね、なぜか多摩センターってところに住んでたんですね。なぜか多摩センターってまあわからないかもしれないですけど、まあ向こう側か、まあ狛江からすると小田急線をずっと下っていった、もうめちゃくちゃ先の八王子なんですよ。もう八王子市、町田市を越え、町田市越えないか、八王子なんですね。そこになぜか、だから大学がその向こう側遊園だったんで、ものすごい時間かかったんですよ。なんでそこに僕が大学1年住むことになったかというと、僕東京のこと詳しくないんで、兄がですね僕のアパートを探してくれたんですよ。ここに住めと、はい、言われまして、はい、そうなんですよ。それでですね、僕兄貴が実は中央大学でですね、三高上の兄貴がまああの辺に住んでたんですよ。でなぜか兄貴が自分の住んでる近くに俺のアパートを借りやがって本当冗談じゃないですよね。めちゃ遠いわって話だから、兄貴の大学行くにはめちゃ近かったですよ、中央大学には。いや僕中央大学落ちましたからねだって僕落ちたからあれですよ、受かってたらそこじゃあ取ったじゃないですよ。だからもう最初から僕が中央大学落ちて専修大学行くっていうことになってたので、その後にはあのうちの兄を探したんですよね。それ未だに兄がね僕に謝るんですけど、それで僕1年それもね、その多摩センター駅からねバスでとんでもない時間ですよ、バスで10分とか15分で最終バスが9時台っていうね、そりゃあなたもうね、登校拒否児ですよ。もう大学で登校拒否児っておかしい話ですけど、ほとんどね学校行ってなかったですね、大学1年は。でまあ音楽サークルに入ってたので、たまにそのもう授業も受けず音楽サークルだけ顔出すみたいな、まあねひどい感じでしたね。だから本当に引きこもって、まあじゃあ何をしてたかというと、もう家でとにかくベースを弾きましたね。僕中学、あ違う、ベースは中学2年からやってるんですけど、まあもちろんそれなりに中学高校、中学生高校生なんて忙しいですじゃないですかね。めっちゃ授業もあればね、サークルもあれば受験勉強もあれば、うん、どこでベースの練習をするんだって話で、まあぶっちゃけそのない中練習をしてきたんですけど、その大学のその登校拒否をしてた1年間が一番練習しましたね。だから言い方おかしいですけど、その1年に、まあ、ありとあらゆる技術を、まあ、マスターしたと言っても過言じゃないのかもしれないですね。そう思うとですよ、兄貴ありがとうみたいな本当ね、こんだけ時が経てば俺になっちゃうんですよね。なんであんなとこにみたいな、あんなとこに俺を住ませやがってなって思ったけど、もしこれが言い方おかしいですね、もし大学の近くで大学行きやすかったら、まあ今となっちゃ大学の勉強なんて何も意味をなしてないじゃないですか、ミュージシャンなんてね。この会計学総論ですか、簿記ですか、いらないじゃないですか。それをね、僕は多分真面目なんでね、大学に通ってね一生懸命授業を受けて、でまあサークルちょっと顔出して、で家帰ってベースの、まあ、練習してみたいな、ね、大して練習できないじゃないですか、バイトもしてたし。それがね変な話ですけど、あの1年間ベースに集中できたので、今となっては兄貴にはね感謝しかありませんとか言ったりしてね、はい、そんなあちょっと話取れちゃいましたけど、それで僕はその大学生の時は、多摩センター住んで、それから大学2年で生田に引っ越してきたんです。でそこからもう大学にはすぐ行けるようになったので、
まあ大学にもまあ行きつつ、サークルにも行きつつ、そういろんなセッションをしつつって、まああの辺が僕の庭だったわけですよね。それで、で僕が大学を卒業するときに、ですね、実は泉玉川ですね、狛江市の狛江駅じゃなくて泉玉川駅、そこに僕は実はね卒業と同時に引っ越したんですよ。でそれはまあ要は何て言いますか、大学を卒業するときに僕はそのまま就職をしなかったんですね。で、まあ、そうすると仕送りが止まりますね。 親からいただいてた仕送りが、まあまあ感動感動に近い状態になるわけですよ。で好きに就職しないならお前好きに自分で勝手に生きろと、はい、なのでなるべく家賃が安いとこを探さなければね、そのいけないわけですよね。ベースの練習もバイトもしなきゃいけないわけです。とりあえずプロなんて慣れてないわけですから。そうした時に泉玉川のね名前言っていいのかな、まあ、双葉荘というところがあったんですよ。そこに僕の先輩が住んでたんです。はい、3校上ぐらい の先輩が住んでて、まあその先輩まあ留年をしててだいぶ上なんですけど、すごく仲良くてですね、よくそこの家に泊まり行って遊び行ってたんですよ。でそれが家賃がね3万円ぐらいだったんです。でお風呂もなく、ほんとただの一部屋だけなんですよね。古い双葉荘って名前すごいですよね。なんか時代を感じますけど、そこに山本す、あ、いや、腰目出しちゃったすいません、まあいいや、山本先輩が卒業同時にしたんですよね。だから僕は卒業の時にもう先輩参考になんですけど留年しまくって、で卒業した時に僕がアパートを探すのめんどくさかったから、そこのアパート僕住ませてくださいと、でその双葉荘に僕が実は住んだんで、それが泉玉川なんです。大学卒業してからそこにずっと住んでたんですね。そっから僕はまあ何年間かをずっと泉玉川を転々としてました。3、4回ぐらい、はい、泉玉川の中で、まあ言い方おかしいですけど、まあ、ちょっと売れてきたというか、まあ何ていうかね、ちょっとデビューしたらお、ああだこうだっていうふうにちょっと家賃を上げてったわけです、泉玉川の中で。それで最終的にですね、泉玉川の6万5千円のワンルームですね、これが泉玉川で一番僕がいいとこに住んだのが駅しかも徒歩1分みたいな、そういうとこに住んでたんですね。その時に、まあ、僕はジャムプロジェクトっていうねサポートをやったり、テニスの王子様もその頃ですかね、その頃にうちの猫がですね、そのペット不可の物件だったんですが、松本莉子さん、ミリカさんですね、あの当時のポケモンで有名ですけど声優の松本莉子さんがジャム一緒にお仕事やってる時に、松本莉子さんが拾ってきた猫の里親僕になったんですよね。はい、なのでそうです、僕のソロアルバムの、まあ、うちの猫ミー君っていうんですけど、もう死んじゃいましたけど、ミー君のことを歌った曲があるんですね、僕らの約束。それのドア玉でワンルームのっていうね、狭くワンルーム、狭いワンルームだって歌詞が出てくるんですけど、それもリアルな泉玉が家賃6万3000円のワンルームなんですはい、まあ、そっから、まあ、うちの猫15年生きて、まあ、そっから15年間っていうのが、まあ、なんていうんですかね、自分にとってのまあ、キャリアのスタートみたいな、まあ、そんな感じなんでしょうかね。はい、そういう理由で僕は実はこの泉玉川に住んでるわけなんですね。はい、住んでるわけなんですねじゃないですよ、住んでたんです。それでそこで知り合ったですね、松崎社長ですよ、オーラのプリンスマーブルさん、はい、にね、今こちらで不動産をやられてますけど、社長に伊藤さん住んでたよね、伊藤君住んでたよねって言われて、はい住んでましたっていうところで、ラジオやらないっていう話をいただいたという、まあそんな経緯でございますね。はい、